アーニャはとても好奇心何にでも首を突っ込んでしまう賢い子です。賢い、これがなりの教育方針ありますか。練習通りに。この子の実母ではありません。は厳しくもなれるよう心がけております。いつもご家庭ではどんな料理を。料理は主に僕が作っています。石作らない嫁とか存在するの。人には得て増えたがあります。自分に厳しくした方がいい。掃除は完璧ですし、子供の世話に。いいんです、ロイドさん。まあ、本当の妻ではないのだから。何を苛立ってるんだ、黄昏。おしどり夫婦だと虫唾が走る。父と母嫌われてる。ここに入ったら何がしたい。会に参加し、敵組織とそのと。秘密を暴きたいです。何言ってるの。校長先生に興味津々。なかなかにエレガント。校長の名前は言える。ベネディクト・アイバン・グッドフェラー。ベネディクト・アバン・グッドフェラーさん。彼のように耐性するため。ジャングルを生き抜いたり、死と隣。なんという覚悟。昨日スパイアニメで主人公がやった。お父さんお母さんに点数をつけ。父も母も面白くて大好きです。100点満点です。ずっと一緒がいいです。どっちが高得点だ。質問の変更をお願いします。やはり前のママがいい。あんまりです。ヨルさん落ち着いて。所詮まがいもののささいなことです。なんということも。ちいちベソ書いてたら我慢だ。加害ましたもので、教育理念なのでしたら選ぶ学校を。がすぎますぞ、スワン先生。我ながらエレガント。って向き合えるかね、フォージャーよ。